八丈方言は、東京都伊豆諸島に属する八丈島や青ヶ島で使用されている日本語の方言。東日本方言に含まれることもあるが、今度の日本語との差が著しいため、独立した言語とする場合もある。住民からは単に島言葉と呼ばれている。2009年2月19日にユネスコにより消滅危機言語の危険と分類された。 日本語の方言区分の一例で大きな方言境界ほど太い線で示している。八丈島と北部伊豆諸島との間には黒潮が流れており、古来海洋交通の難所であったため本土との交流が少なく、本土の多方こととは著しい方言差がある。万葉集に記録された城代東国方言の特徴を多くとどめ、さらに字の古形、ニスに遡る。 規定形、連用形収支用法など、上代以前のものと思われる文法要素も保存されているとされる。太平洋戦争後、当該に就職する際に苦労しないようにと、共通語教育が進められたことや、テレビの普及に伴う共通語の浸透によって、八条方言の衰退が進んでいる。 ユネスコが消滅の危機にある言語であると発表したことで八丈方言への関心が高まり八丈方言の継承活動が活発化している。なお、沖縄県大東諸島は八丈島からの開拓民により八丈方言に属す方言が話されている。大東諸島方言を参照。アクセントは無アクセントである。母音の融合が著しい。 特筆すべき特徴として、古藤の P 音の存在が挙げられる。方言学者の柴田武氏は、方言論の中で八条方言について、音声印象からすると、どこか沖縄の首里方言を思わせるものがある。と記している、上大東国方言の特徴を受け継ぐと言われる。本土方言のほとんどで失われた動詞、形容詞の終と連形の区別があり、 特に連帯型は、万葉集に記録されたものと同じく、イコじ、後景山のように言う。動詞の終止型は、去のように、うだんごび。連帯型は、過去のように、おだんであるが、言い切りには、去の形はあまり使われず、過去はの形が使われる。形容詞では、終止型は、高きゃのように、きゃ、連帯型は、高家のように、けである。動詞の打ち消しには、 カキンナカのように連用型に、ナカをつける。また過去表現に、カカラ、タカカララ、静かだららのような形があり、個語で官僚を表す、リに由来するとみられる。上大東国方言ではアダンに、リがついており、これが八条方言ではアダンに、ラがつくという形になっている。水量には、各の和のように、能などを使い、集落により、能、能、ニュー、ナーという。 これは、上大東国方言で水量を表した、ナム、ナモの名残と見られる。早朝を意味する、勤めてに由来する、とんめて、頭を意味する、つぶりなど語を保持している。また、茨城方言などと同じく動物名に目をつけるが八条方言では、茨城と比べ、目の用法が広い。ありがとうございます。